はい、こんにちは。アキラのゲームへようこそ。ラスクラ実況です。今夜もお付き合いよろしくお願いします。はい、というわけでですね、好評いただいております魔法速度ランキングなんですけれども、本日は炎と雷を同時にやっていこうと思います。というのも、炎と雷属性に関して言いますと、敵全体が対象となっている魔法っていうのはそれぞれ2種類ずつしかないんですね。炎属性はメテオレインとクリムゾンフレア、雷属性はバルザライザーとカゴ天使ルッキエールの固有魔法スキルであるエクスラディア、それぞれ2種類ずつしかないんですね。で、毒素コラボの発電機とか黒色火薬っていうのはそれぞれ全体対象ではないので、今回は外しております。なので、この4種類について計測をしていきます。では参りましょう。はい、それでは見ていきます。いつものように、今回は検定デクスを連れて行ってます。で、メテオレインが発動してから、はい、ヒットするまでなんですけど、はい、2秒11ですね。はい、じゃあちょっとまたゆっくり見ていきます。ここでメテオレインが発動しました。計測スタートです。はい、はい、敵の攻撃が入ってきてますね。はい、で、この時点で当たってますね。この時点で敵にダメージが入ってますので、2秒11となりました。で、メテオレインのね、ちょっとね、ややこしいところで言うと、フィールド全域に降るのであって、別に敵全体に必ず当たるわけじゃないんですね。実はまだ偶然要素が多くて隙が多いっていうのはあります。とりあえず、メテオレインのですね、ダメージが入るのは2秒11でした。はい、ではクリムゾンフレアです。はい、ここからクリムゾンフレア発動です。さあ、ここから、はい、まだです。まだ敵にダメージ入りません。はい、火の玉が降ってきました。まだ入りません。まだありません。ここです。はい、なんと9秒57かかっています。ちょっと戻しますね。信じられないと思いました。僕もこれ計測しててちょっとびっくりしたんですけども、ここでクリムゾンフレアって発動しましたね。はい、で、敵に殴られています。はい、で、画面が黒くなりました。はい、で、宇宙空間の向こうの方からね、隕石がバーッと降ってきます。隕石がバーッと降ってくるんだけど、まだ敵に当たらないんですよ。この時点でまだ当たってなくて、はい、ね、落ちてきた方向と違う方向から隕石が落ちてきました。はい、で、ここでようやく当たります。なので9秒57ということで、かなり実は、クリムゾンフレアは時間かかります。では続いてバルザライザーです。バルザライザーは、ここからカゴ電子ルッキエル にチェンジしています。はい、映像がちょっと時間かかるんですかね。はい、バルザライザー発動しました。はい、で、画面が黒くなりました。はい、雷が落ちます。まだ当たってません。まだ当たってません。今ここです。はい、なので5秒44、結構かかるんですね。ちょっと戻しますね。はい、ではバルザライザー発動しました。計測開始しました。で、ゆっくり進めていきます。ゆっくり進めていきますね。演出はね、バリバリ雷落ちてるんだけども、敵には当たってません。なので引き続きカゴ天使ルキエルは殴られています。で、まだ当たってませんね。5秒経ってたけどまだ当たってません。で、ここから、ここです。ようやくです。はい、要するに画面が暗いうちは実は当たってないんですね。画面が明るくなってようやくヒットするんですよ。なので5秒かかります。5秒44かかりました。それでは最後、エクスラディアを見ていこうと思います。これはカゴ天使ルッキエルのね、固有魔法です。で、同じくですね、ちょっと映像が時間かかるんですけれども、はい、そろそろ、はい、発動しました。エクスラディア発動して、はい、結構早いですよ。2秒20、かなり早いですね。で、ゆっくり見ていきます。はい、ここから、はい、映像終わって発動しました。エクスラディアが、はい、計測してます。はい、すぐに画面がですね、変わりますね。暗い画面になりまして、はい、真ん中の方に光が集まっていって、ピカッとして、まだここで入ってないんですけど、次の瞬間で、ここでダメージが入りますっていう感じで、かなり早いんですよ。2秒20ですから。で、それかなり早くてですね、まあ、バルザライザーに比べて半分以下のスピードで敵に当たってくれます。はい、というかですね、今日は炎と雷属性の全体魔法について魔法速度を計測してみましたけども、メテオレインが2秒11、クリムゾンフレアが9秒57、バルザライザーが5秒44、エクスラディアが2秒20ということで、まあ、メテオレインとエクスラディアどちらも同じような感じですね。ただしメテオレインはですね、 MP18 で発動してくれます。ただメテオレインに関しては、先ほども言いましたように、かなり隙がね、多い部分もあります。で、これまで計測しました木属性と氷属性で言いますと、それぞれ1位が3700年後の大地とブリザードとなってます。で、これらはですね、1秒台ですし、3700年後の大地の1秒05はですね、もうかなりトップクラスの速度だというのが分かります。で、今回ね、一番特徴的なのは、バルザライザーよりも強力なエクスラディアがバルザライザーよりもかなり速い。しかも MP で言うとそんなに差がないんですね。まあ、これエクスラディアはどうしてもカゴ電子ルキエルの固有魔法ではあるんですけども、カゴ電子ルキエルってどうしてもね、イノセントジャッジがすごく目立って見られますけども、エクスラディアを使うことによってもかなり得する部分が多いんじゃないかなというのが分かりました。という感じで、シリーズで魔法速度の計測やってますけども、今日のも参考になったと思っていただけましたら高評価をお願いします。
引き続きですね、光と闇あと残ってますんでやっていこうと思いますので、よろしければチャンネル登録をしてお待ちください。で今夜は23時からですね、バランの育成がねある程度ちょっと完了しましたんで、いつも土曜日やってます模擬サタですけども、臨時で模擬サタをやろうと思います。あとプロデューサーレターが今日届くと言ってますんで、そちらのね、感想交流なんかもですね、別の枠でまたやりたいなと思ってますので、よかったらそちらもお付き合いください。それでは今夜のライブでお会いしましょう。ではまた。